新番組、宮脇チャンネル、カッコカリ、ニュースの取説の始まりです。今回の番組、お楽しみいただけたんでしたら、いいねを。チャンネル登録も、ぜひ、よしなに。日頃ニュースやワイドショーだけではなく、ネット番組なんかを見ていても、あれ、それちょっとどういうことなんだろうって、わからないことが多々あるかと思います。このニュースの取説のコーナーでは、そうしたニュースを見ていて、ちょっとわからないんじゃないかなというところを、噛み砕いて、 ご説明、お示しする企画です。評判が良ければ続きます。評判悪ければ、消えた、消えた、消えた、ぐぬぬとなります。ロシアによるウクライナ戦争の報道において、我々にはいささかわかりづらいことがあります。これは日本社会にとっては幸せなことなんですが、お花畑と呼ばれるほど平和が続いたので、本当の極限の情報、これが理解できないことがあるんです。 しかもそれ、日本のニュースやワイドショーも理解していないのかなっていうところがあります。直近の話題で言いますと、ウクライナ側がロシアの帰還、旗の船と書く、モスクワをネプチューンというミサイルで撃沈させた、こんな報道がありました。ロシア側の方は、これ、なんだかね、謎の、ね、爆発で沈んじゃったとかっていう話になっておりますが、ウクライナ側は当初から、 ウクライナの武器、ネプチューンのミサイルによって沈めたと発表しておりました。当初これをアメリカ側は未確認だと発表しておりました。これについて、元内閣官房参与にして数量政策学者、現在は高橋洋一チャンネルの会進撃が止まらない天才、高橋洋一先生などは、ご自身の YouTube 番組などで、アメリカはもちろん知ってるよ。衛星からね、バッチリ見てるから、こんな解説をしておりました。そして私もその通りだと思います。 アメリカが挙げている軍事偵察衛星というのはバルコニーで開いている新聞まで読める、的な、みたいなっぽいことが言われるぐらい高解像度なので,で、しかも今は動画で見ているということのようです。それではなぜアメリカが未確認だからともごもごもごっとなったのか。実はこれが日本のニュースやワイドショーがお花畑で戯れていたがた,ためにフォローアップしきれていない話題なんです。 軍事衛星がとかそういう難しい話をするんではありません。軍事機密の話というのはどこまで知っているか、どこまで分析できているか。これは CCC と言わないものなんです。なぜか。〇〇という衛星でバッチリ見てますってやりますと、ふむふむ。アメリカさんはそれだけの軍事衛星を上げているので、それだけの解像度を持っているので、 あるいは、ミサイルチュドボーンとした時間帯に、どこのお星様に、まあお空にいるのか、これがバレちゃうからです。つまり、米軍の能力がバレてしまうんです。だから各種報道が出揃った段階で、えー、分析したところ、なんておもむろに切り出すんです。情報というのは、相手がどこまで知っているか、これも大切なんです。 相手がどこまで知っているか、それを逆に知ることによって、能力を測り、警戒をすることができます。そして、そうしたことが実現できるということであれば、それだけの技術はもうこの地球上に存在するということになるんです。しかし、そこをもごもごもごとごまかすことによって、そんな技術あるのかな、ないのかなってなっていれば、いわゆるアメリカにとっての敵は、 まっさらの状態から技術開発をしなきゃならないのか、あるいは探さなければいけないのか、つまりアメリカからの敵、彼らに余計な仕事をさせることができるということです。それをわざわざ、うんうん、で見てましたよって言うと、その手間を省かせてしまう。リーズナブルにさせてしまうということになるんです。だから、機密だとか、機微情報というのは、もごうもごうもごうとなるということです。 そして日本のニュースやワイドショーがこのもごもごもごが苦手な理由は戦後77年お花畑でワーキャーワーキャーやってきたからだけではありません日本のニュースやワイドショーに代表される大メディアというのは大本営発表あじゃなかった政府中枢機関が発表する情報あるいは政治家の皆さんこうした人にぶら下がることによって情報をゲットだぜとしてきたので つまりは、はいはい、ここはね、カクカクしかじかでという説明がある、そんなニュースばかりを取り扱ってきたんです。そして、マスコミ側を少しだけフォローしておきますと、こうしたレクチャーを受けることも、裏取りなんて呼んだりします。つまり、情報が本当かどうかを確認するという作業なんですが、これが行き過ぎて、今の大メディアというのは、裏取りができていないニュースは伝えられないという謎の設定があります。 情報のニュースの信頼性、信憑性を高めるために裏取りは必要なんですが、機密情報、機微情報、これ、ペラペラ喋る、うましか、うましかな国家も組織もありません。おいおい、宮脇がなんでそんなことを知ってるのか。これ実は、この私がいささか得意とする IT 界隈でも全く同じことが起こるんです。例えば、ホームページとかの活用には SEO というアプローチがあります。 これ、Google の検索結果の何番目に出るか、これものすごく重要で、できれば一番になりたい。そのためには、Google がどういう基準でこの検索結果を順位付けしているか、これを知らなければなりません。しかし、Google 先生にその方法を尋ねたからといって、はいはい、かくかくしかじかでと教えてくれることはありません。だって、それ、企業秘密だからです。その方法が分かれば、検索結果を操作することができてしまいます。 いわば Google にとっての機微情報、機密情報なんです。だから IT 界隈では周辺情報とか状況証拠、これらを集めに集めまくって、そして多分そうであろうという外然性の高い仮説を導き出すんです。Google に限ったことではありません。IT 企業のそのノウハウはみんな機微情報、機密情報なんです。そのアプローチを 海外ではというか、ま、すべてのニュースに当てはめてみると、ぷっくらと浮かび上がってくる現実があり、ウクライナによるロシアの帰還、モスクワの撃沈、この報道についてアメリカ側が当初、もごもごもごと言っていた。それはどれだけの能力がこちらにあるかを見せない。そしてこれは海外ではというか、まあ、普通の世界では常識でもあります。 しかし、日本のニュースやワイドショー、大手メディアでは、こうしたことはほとんど触れません。解説もほとんどありません。というわけで、今回、この三宅チャンネル、カッコ仮、ニュースの取説で紹介しました。ニュースの取説のコーナーにはワンコのコーナーありません。次回、あるのかなという取説あるいはワンポイント解説、また、レギュラー放送、ライブバなどなど、いずれかでお目にかかれればと思います。バイバイ。